世界の常識であるエゼキエル書、今から3ページと思いましたが、さっきこれ見るとエゼキエル書2600年前の予告なんです。2600年前、日本は縄文時代だ。弥生じゃないで、また縄文やで。2600年前、その時に漆器された、つまり向こうに書いてある造物主の言葉、人間の知恵を超えた。そこで36、37、38、39と、これ小なんです。1章2章3章の小。皆さんがこの世界最古の旧約聖書エゼキエル書を読んでる人は覚えてるでしょうけど、2600年前に書かれたこのエゼキエル書の1章、エゼキエル書の始まり何書いてある？ UFO だよ。鉄製のものが降りてきた。いわゆる UFO を見てるように書いてある。そう見てたんです、2600年前。2600年前で UFO って、お前アホかと思われるね。書いてあるちゃんと。今ならわかる。もっぺん、今ならわかる。それは UFO のことだって。それが一章や。で、一章、二章、三章、ずっとエゼキエルという、まさに預言者の体験が書いてあって、36、37、38、39に来るんです。で、36とは何か。皆さんにお話しているように、日本に正統ユダヤ人が4000万人おる。もう知ってらっしゃるでしょ。だから世界で、いや日本で、最大の不思議は何だ？日本です。正統ユダヤ人がおる。今言った4000万から5000万。だから皆さんの中にも正統ユダヤ人の血統の人おるかもわからない。YAP、マイナス遺伝子を持ってる人だ。ちょっと一歩進んで悪いけど。今の天皇家が日本を治めている。これは形だけ。本当の正統ユダヤの王家、王様の系統は東京にはいない。他の日本の場所でその系統はずーっと保たれている。だから今東京を見て、今の天皇陛下の娘さんが次のまた天皇になるんじゃないかってみんな噂してますが、女性がなるかどうかということはいろんな議論がある。それはどうでもいいことなんです。それは形、表面に出てる形なんです。一歩進んで言って悪いけど、明治になって始まりに日本は何した？アメリカ及びヨーロッパを見たんです。特にヨーロッパを。だから王様を中心として国がまとまっていけばいい。だから彼らはキリスト教ならば、日本は国家神道にしたんです。国家神道、それによって一つの国にまとまる。だから神社は国家のお金で建てられてきました。戦争に行く人はみんな国家の責任になったんです。国家、わかるでしょ？国家神道って言うんです。だからマッカーサーが来て、この日本の言って悪いけど間違いをバーンと潰したんです。だからかつてのような国家神道は日本からなくなった。その国家神道があったがゆえに、明治の初め、明治天皇から大正昭和と来たんです。もっぺん言う、今の天皇家、潰されたんです、完全に。だから昔のように学校の教科書で1ページから天皇家は出ない。天皇家を敬えということはない。天皇家は日本にとって大事だということでマスコミで言う人たちもちろんおる。気持ちがわかる。だから言って、それは本来の日本ではない。国家神道、明治以後、150年前から、それで日本が来た時に、バーンと破壊したんです。マッカーサーは分かってたんです。だから今日本じゃバラバラです。要するに国家のお父ちゃんっていない。そうでしょ？昔はお父ちゃんがおってくれたんです。今いない。そのような大きな変化が、敗戦とともに起きたということを私たちは覚えておかないとダメや。お父ちゃんがおるってどういうことや？甘えです。国民全体が甘えや。だから日清戦争、日露戦争、あるいはシベリア疾病、そしてアメリカとの戦争、甘えの中に行ったんですよ。なんで日本とアメリカが戦争して勝てると思ったの？全然地下資源とか軍需産業は全然違うじゃん。いや、戦艦大和も作ったし、それはもうすごい軍艦を作った海軍国家です。その技術はどっから来たんや？日本人が開発したんですか？だから戦後、戦争に負けたことは残念で仕方がないんです。僕の父も死んだ。しかしよく考えてみたら日本人が甘え。
みんな盆踊りの中で踊ってたもんや。ほんで戦争終わってバーンと剥がれた。戦争終わって昭和20年、昭和21年、昭和22年、あるいは皆さんの中にまだ生まれてない人がたくさんいらっしゃるでしょう。何が一番大事だった？食べることですよ。衣食住、食べるものなかった。そうでしょう。今の日本人は食べることはもう何でもある。コンビニ行っても道歩いてても自動販売機で何でも買える。デパート行ったら山のように買うものがある。そう、その通りだけど頭は空っぽです。腹はいっぱいになる。頭は空っぽだ。だから私たちは我が祖国とか私の国という意識ないですよ、日本に対して。残念ながら。だからフィリピンで捕まった4人の人、なんでフィリピン行ったん？こいつら青じゃおうか。日本が嫌いなんですよ。別に彼らを弁護するわけでもないよね。僕もあいつらがアホやと思うわ。環境的にも気候的にもやる気ある国、日本だ。そっから日本にアイスを尽かして日本が嫌いになって出て行きよった。日本から出ていく若者がいっぱいおるわ今。嫌いなんです。我が祖国という意識がない。我が祖国という意識がない。戦争で約350万の兵隊や民間人が死んでくれた、ありがとうございますという意識もない。だからといって靖国神社へ行けなんてバカなこと言ってるわけではない。だから国家神道が潰れて日本は何もない国になったんです。そういう中で日本の血統は不思議ですよと言った。1億2500万のうち1億2500万のうち4000万ないしは5000万が正統ユダヤ人なんです。アシュケナージユダヤ人違う正統ユダヤ人、血統的に。その血統的に正しいユダヤ人、逆にユダヤ人おるわけ。偽ユダヤが話飛んでいい。ヒトラーがアウシュビッツ強制収容所でユダヤ人をいっぱい殺した。あれはみんな偽ユダヤ、アシュケナージです。ではロシアはどうや。さっきヒトラーが殺したことをホロコーストということは皆さん覚えてるでしょう。ロシアではポグロムです。皇帝の時代ポグロム、何百万殺せますよ。ロシア人は偽ユダヤ人を殺したんです。こんなやつは神の名を明かしするに値しない、どんどん殺した。ポグロム、偽ユダヤを殺した。これがロシアの偽ユダヤに対する政策でした。だからもう100年、もっと前、200年以上前プラスして